既婚者 VS 独身シュート対決。おーよということで、あれ3対 3? あれ3対4っすね、ドルジーいるんで。弱いが結婚しました。おめでとう、おめでとう。ジレット先日ね、さらっと報告。さらっとすぎる。ということで、勝敗がこっち側に入って、うん、ドルジーが今カメラやってくれてるんですけど、ドルもこっち入って、4対3で、これ検証なんですけど、検証なんだ。検証も入ったら、ゴールじゃ守るべきものがある。ということは失点しない。じゃあ、ゴールを守れると。ゴールを守れるし、家族のためにゴールを決められる。なるほど。なるほどね。強い、それは。背負ってるものがあるから。はいはい、逆に言うこっちは何も背負ってないから、簡単に決めれちゃうみたいな。ノープレッシャーで。全然戦えない。背負うものがないから。一球の重み感じる。重みが全然違う。から再生取れなくなったらこっち飯食わせねえんだから。うちマッスルボールキーパーいるけど、あいつは筋肉と結婚してるからこっちかもしれない。ダンベルもはやもはや既婚者な。28年目。瞬間にダンベル結婚した早すぎやろ。ダンベル持ちたい。はい、ということでね、前半こっち1人4本、そっち3本で12本ずつ、合計24本ずつ、48本中途。仲間全員小森って言う。あれ、こっちは独身4人いるけど、しょうがないよね。そうや、そうや、しょうがない。しょうがない。しょうがない。それはしょうがない。なるほど。で、多分、翔平が一番点決めるから、今日。一番ほやほやだから。ほやほやは。で、一番決めなかった場合は。もう離婚です。多すぎる。背負ってるね。背負ってる。背負ってるもんが背負いすぎてるよ、これ。プレッシャーしかない。それでは行きましょう。はい。あ、そうでしょ。独身代表、先行方向行ってください。オッケーオッケー。独身代表。先行お願いします。さあ、翔平でいらっしゃいます。おらついてんな。代表って。ありきじゃんけん、じゃんけん、はい。ありき、大丈夫です。ありき、大丈夫です。じゃあ、高校で。ノースリーブのゴールキーパーなんて初めて見ましたよ。肩削れる。今俺一番行く。1番、2番。あ、別に何番でも。倒した、ドルジェ。正面っぽい弾丸行くから、多分こぼれてくるから。から、そこだけ用意しといて。誰からですか。イェイ。おい、ノースリーブでキーパーして大丈夫かよ。カモーン、ナイスボール。やべ、大丈夫。あっ、白やん。あれ、独身ってボール見たら背負ってたら強え。うわ、はやっ。面白い。一点差し上げたって感じ。
みたいな喋り方するなお前。感じ2分の1決めればそれで6。ドルフィンに任せたいプレアップフリーで任しちゃうよね。当たりに来たぞ。任せます、ありがとう。オールドこぼれ玉。オッケーオッケーオッケー。誰もやる。まずは同点あります。いや、おおおおっぱいしゃぶってんじゃないか。リンゴンさんいらっしゃい。あー来いや。おおうわうわアリソン山田がこの想定内よ。エキサシ感じ5リミティブに行かせてもらいます。はい、うわぁ、よいしょ、よいしょ、はい、うわぁ、うわぁ、うわぁ、はい、もろた、うわぁ、行く、はい、もろた、うわぁ、えぇ、今のエグい。あぁ、って打つなよ。うぉ伸びエグい。ナイスパス。やばい、うわぁ、こっちに触れるか。一人しかおらんのかな。そろそろかな。いえぐい。これがうちのビッグダディ。これこれこれ8人の予定です。ナイスよお前ら。ドラゴンさんいらっしゃい。悪かった。危な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 。あれ前半1ですよね。今の結婚祝い。しかも決めたんだろし、キーパー大丈夫かお前ら。やったわタルジ。いいよ。チームプレーやるぞ。うわうわおい、もう無理しちゃったね。じゃあ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 、今のやり直し。同じところからやってる。あ、お前逆にまだ気づくかなと思ってたけど気づかなかったね。パパはもうついに頭もおかしくなってましたから。じゃあ1にしようか。ゴーなそっち。うわぁ高い高いしたら音出ないよ。高い高いしてたの。いや相手のエグいだ。おいガルジ、ゴー。おじさんいる。
ダンピングボール上手すぎる。キーパーやったな。おい、やすな。あれ、キーパーの剣どうしますか。守りきれなかった。ビビってんだ。ナイスキャッチ。やっぱミスを恐れたら失敗する。最後あんな強く打たんでもキーパーリスやし。なんでラスト1回そんな奇跡起こる。最後追い上げたのに危ねえ。倒せないですよね。6対5 6対5ということで6対5で独身の勝利。よっしゃ。やっぱプレッシャーない方がねやっぱいいね。いやもう一人のババ失点しすぎじゃないですか。いや俺ほぼ止めてんのよ。こぼればっかり。どうしよう。ジャンピングボール。ジャンピングボール。こぼればっかり飛んでないじゃん。稽古してるから。いやでもね、やっぱいい勝負になりましたよ。結構神回ですよ。次じゃあ既婚者のキーパーついていきましょう。ダム勝負。ということでまたね、ガチンコ既婚者独身対決お楽しみください。時期によってはこっち側も増えてくるかもしれない。ベルトの選手時期によってはこっちも減ってくるかもしれない。ベルト、まあまあまあ、ラッキーの人はあるじゃん。ありがとうございました。